霊水市長、霊水市長、霊水市議会、霊水市は大韓民国全羅南道東,東部にある市。2012年に霊水国際博覧会が開催された。市庁舎は本庁舎、霊西庁舎、富山庁舎の文庁方式を採用している。全羅南道東南部の沿海部に位置する。本土から大きく突き出した霊水半島にあり、北部は順天市に接し、 海を隔てて東方は、京商南道南海軍、西方に、全羅南道公共軍を望む。南は、多東海に面し、地域には300余りの島が点在し、海岸線は917キロメートルになる。半島東部に、旧霊水市、半島中部に、旧霊川市が所在した。くだら時代は猿村県及びと山形と称され。 統一白木時代の757年に海遊と命名された。高麗時代の940年に初めて霊水の名前が使われている。1479年には全羅佐渡水軍節土営が設置され、造船施設などもあった。文読、慶長の役が始まる前年に、李俊臣が当地の司令官として赴任し、帰船を建造して戦争に備えた。 1599年に賛同、水軍統制士であった、李時彦が建設した沈南館は、韓国最大の木造建築で、国宝第304号に指定されている。総人口は2013年12月現在、29万4565人。1990年前後は30万人を超えていたが、ここ数年は横ばい状態である。 冷水国際博覧開港時前の冷水港、冷水エキスポ駅は全羅線の終着駅であり、KTX でソウル特別市の達山駅と3時間前後で結ばれている。冷川駅は KTX の一部と観光列車 S とレーンを除く全列車が停車。金浦国際空港と55分で結ばれている。この立地国際空港への便がある。KBS は KBS 順天放送局、地域民放は公衆放送のエリアであり、市内に中継局が設置されている。ありがとうございます。